どうもアニマライブリアンテナシアンです。今回はですね、みっちちゃんの小屋みちみちランドを掃除していきたいと思います。もうほんとやばいことになってて、でですね、まあ掃除していくのとプラス最近寒くなってきたじゃないですか。まあ僕特にここが北海道だけあって、ほんと気温が急激に下がってきたんで、今回は面白いものを買ってまいりました。というかですね、じゃじゃん、綿の木の実、綿の木の実のまんま入ってるやつなんですね。こちらを与えて、これで自分のハウスのところをぬくぬくしてもらおうかなと思っております。それではやっていきましょう。まずハウスの方を見ていきたいと思うんですけど、ちょっと荒れようが半端ないですね。まあこっち側はまあちょうど掃除のタイミングが結構ぴったりなんで、こっちも掃除しますけど、僕が一番目的してるのはこっちですね。野生下のハムスターは土の中移動をするので、こういうの面白いなと思って買ってみたんですけども、こちらの底の部分もう多分寒すぎてでしょうね。多分こっち側のこのおがくずとか何かしらをこっち側まで運んで、それに包まれる状態で巣作ってますね。今回もうここの外側とかもうんちだらけで、ほら見てください、こんな衛生悪いところに住ますなんてダメでしょ。ちなみにピーちゃんもこの通路にいます。見えにくいかな。お眠です。かわいい。では早速こちらのを片付けていきたいと思います。出てくるのあんた、こっち出てくるやつおいで。とりあえずこちら持ってきたので、この2つを掃除していこうと思います。まずこっちからこの本ゲージから掃除していこうと思います。こっちは後でやりますね。こちらのハウス取っていこうと思います。まずシンプルにですね、ここ取ります。まあこのハウスの説明はいらないですね。やっていきます。でまあまずこの中身をゴミのところを全部捨てていきます。ピーちゃんはさすがにちょっとここをジタバタされると厄介なんで、はいで、ピーちゃんはこちらで、あ、逃げられた。まあ大丈夫でしょうかね。一応庭なんで、まあこれに入れなくても大丈夫そうなんで、このままにしておきます。でまあこちらのまあご飯とかも、まあ、入れた感じなんですけど、まあ捨てていきます。まあ全部捨てます。私がいつも使っているのはこちらのヒノキですね。ヒノキのマットをこちらを敷いて、でまあここに並べていく感じですね。まあここの掃除はこんなもんでいいでしょう。では本題のあちらへ行きましょうか。はい、ではこちらの方も掃除していきたいと思います。あ、めちゃくちゃ取る。まずこれ取りますね。うわ、すっごいこの中も。よいしょ、スライドさせて、まあこの中身は捨てます。これ売ってるんで市販で、これ売り物なんで、こちらを、うわすごい、もうすっごい、もう後で本当あれなんですけど、そこにもこんなに溜まりました。こちらはですね、まあ捨てますね。でですね、こちらの交換用パーツというものが売ってあるので、こちらをこれに入れて装着します。こうです、こう装着します。であとはこれを戻すだけですね。はい、これで綺麗になりました、この中も。はい、こちら新しく設計したものです。でですね、こちらに綿の実を入れてみて、どういう反応をするのか見ていきたいと思います。こんな感じです。中身はすごいですよね。皆さんが着てる服とかももともとこんなんですよ。こちらを入れて、まあストレス発散とかにここかじってなるんで、こちらを入れていきたいと思います。長っ、よいしょ、すっごい長くて邪魔。今投入しました。ちょっとビビってますかね。綺麗に
になったらすぐ汚すやつ。一応ね、トイレはね、あんまり掃除しないのは匂いを残すためですね。あんまりって言っても掃除はしますけど、そのある程度で済ますのは匂いを残すためですね。一気に自分のものがなくなったら怖ないですか？いや、人間でも家の家具全部総取っ替えいきなりされたら怖ないですか？その感覚と一緒なんで、一応匂いは残してます。出てきた、やっぱビビってますね。出る気にはなく感じですね。見つけました、綿。綿調達してますね。お、綿出てますよ、結構。すごい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 、早い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 。職人技っすよ、もうこの綿の出し方は。すごい、一気にもう綿がふわふわなりました、ゲージの中。綿の実もすごいですね。こんなにふわふわになるもんを詰めてるんですよ。こんだけの中に。うわ、すごい、一気にふわふわに。この部屋自身は25度、6度ぐらいなんで、別にそんなハムスターからしてめっちゃ寒ってわけではないと思うんですけど、やっぱり夜とかはまあ冷え込まないようにはしてるんですけど、それでも冷え込んじゃう時とか多分あるかもしれないんでね、やっぱこういうのはあった方がいいかもしれないですね。自然のものを使うっていうのが僕はお気に入りですね。なんか作ったものじゃなくて、こう自然のもの、その生き物がしそうなことじゃないですけど、このだってこんな大きくふわふわなってる状態で自然界にはないですからね。さっきみたいに詰まってる状態でありますから、やっぱそういうのを自然の姿を楽しみたいですよね。本当はね、土の場所とかも作ってあげたいんですよね。こういう穴掘る動作とかもしっかりできるようにしてあげたらいいかなって思っちゃうので。パタが動いてる。すごい、遊んでる、またね。種が出てきてますね、またも。回収していってます。このハウス可愛くないですか？アザラシになるんですよ。
で真っ白なんでめっちゃぴったりなんですよ、この顔だけが出た時の感じが、うん、ここのハウスも自分でいつもセッティングするんですよ。だいたいもうボンとそのハウスとか全部おがくずを入れた後に全部上から置く感じなんですけど、ハウスにおがくずがあるのが嫌いみたいで、この子こうやっておがくずが中にあったらそれをすぐ取り出すんですよね。なんなんですかね、やっぱ穴掘って暮らすっていうその野生下ではそういう存在なんで、やっぱ少しでも下に行こうとしてるんですかね。でもこういう仕草とかも面白いですよね、見てたら。ということでね、今回こちらのお掃除&綿を入れてきました。もうすごい、こっちの部屋の4分の1が綿になった。ということでご視聴ありがとうございました、またミッチーの動画とかも出していくと思うんで、よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それじゃ、バイバイ。